皆さんこんにちは、フジテレビの高橋です。野本です。突然なんですが、液体窒素って知ってますか？はい、YouTube とかで見たことありますね。液体窒素というとどんなイメージがありますか？液体という名前ありますけど、白い煙のようなモコモコしてるようなイメージがあります。そうですね、結構理科の実験とかで見たことあるかもしれないんですけど、液体窒素というのはマイナス196度の冷却された窒素の液体です。マイナス196度で沸騰してその場でどんどん気化していき、液体の時と比べると約700倍の体積まで膨張する特徴があります。今回はそんな液体窒素を使っていろいろと凍らせていきたいと思います。この辺では、U ナットと液体窒素を使った実験もするのでぜひご覧ください。はい、今回凍らせるラインナップはこちらです。定番のものから、気になるものまでいろいろと取り揃えてきました。では早速実験やっていきましょう。まずは定番のバラとバナナを凍らせていきたいと思います。はい、こちら、うわ、いいバラです。完全にもう真っ赤ですね。見てください、こちら凍らせていきたいと思います。おほほほ、めちゃくちゃ出てます。いきますか。こちらをね、手でバラバラにしていきたいと思います。バラバラです。はい。では続いて、はい、バナナを凍らせて、はい、これで釘を打っていきたいと思います。わかりました。では、私が、はい、よろしくお願いします。
実は凍らすと、このように見事バラバラに出せましたということで、それでは、はい、次は趣向を変えまして、はい、こちらの、はい、チョコレート、チョコレートですね、これを入れていっていただきます。はい、わかりました。では榎本さん、よろしくお願いします。待って、入れていきます。はい、あげました。ここに、ここに、はい、あげましょう。全部、すくえる分だけちょっと、すくいますね。いや、ちゃんとうまそうやね。いや、いい。いい。普通に美味しそうじゃないですか。じゃあ、これね。高橋さん、食べてみましょうか。はい、食べていきたいと思います。はい、これ、一気に、これ一気に、これ一気に。冷たいけど、いただきます。鼻から、うん、煙出てます。うん、ちょっと私も食べてみたいと思います。ぜひ。二酸化炭素を使っていきましょう。はい、まずはですね、この細い袋、こちらに二酸化炭素を入れて、それを入れていただきましたら、次液体シンパにつけていきたいと思います。このぐらいで。はい。はい。この少しの袋などちょっと見てのを楽しみに。おー。早っ。袋がしぼんで、で中に、はい、白い塊が見えますでしょうか。これね、二酸化炭素が冷やされるとドライアイスが、はい、できちゃうんです。いいんじゃないでしょうか。ね、ドライアイス、はい、できちゃった。では続いてこちらの酸素でも同じように実験していきたいと思います。はい、じゃあ待ってね。液体ができました。あれ、そして、おお、これね、すぐ気化しちゃうんで、ちょっとつけていきます。はい。で、こちらに線香をつけていきたいと思います。ということで、酸素が、はい、液体になったら青色になるということがちょっとご覧いただけたと思うんですけども、はい、実は気を取り直して、はいはい、水風船、はい、こちらをね、液体窒素につけていきたいと思います、ね、こちらの、はい、水風船、はい、こちらつけていきたいと思います。
船に直接液体窒素を入れるとどうなるか、これやってみたいと思います。はい、ではじゃあいただいて、ではこちらの風船にね入れていきたいと思います。いきます。めっちゃ凍ってる、ここら辺が。どう？はい、ということで中の液体窒素が700倍の体積に膨張して割れるという結果になりました。はい、ということで今回は液体窒素を使っていろいろな実験をしていきました。ね、いろいろ分かりましたね。いやいろいろもうすごいことがいっぱい見れたと思うんですけれども、はい、皆さんは気になるものがありましたでしょうか。次回はですね、今回使った液体窒素とあとは U-NAT、 こちらを使って実験をしていきたいと思います。はい、またぜひ楽しみにしていてください、はい、ということで、今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。